法政権は中華、人民共和国国立交渉ハルビン市に位置する県。県人民政府の所在地は法政鎮。昭華港南岸、超広市祭礼と松江平原の間に位置する、ハルビンの衛生都市。東三世の交通用地である。2011年に、万毛開拓団の慰霊碑を建設したが、中国世論の非難を浴び、反日活動家が、 赤ペンキをかけるなどの襲撃を受けたことで、慰霊碑の撤去に追い込まれた。北東部をイラン県と南東部をボタンコ使林内県と南部を円樹県と西部を貧県、そして北部を通河県と接し、その行政区境をアムール側へと続く松花井が流れている。また、松花井の支流である円川が南西から北部にかけて、 本権を縦断するように流れている。1909年、政調により法政権が設置された。1991年4月1日付で、ハルビン氏に正式に貧権と共に編入。下部に4賃、4号を管轄。 http://www.reco-rdc-hina.co.jp:/group.php, グルーピットイコール53399満州開拓団の慰霊碑反日団体の男5人にペンキかけられる国立交渉レコードチャイナ中国ニュース新聞社デートイコール2011年8月5日 アクセスデートイコール2013年10月26日。ありがとうございます。